台東区より NHK をぶっ壊す。はい、平成31年の2月の18日夜中の0時58分であります。バイトテロはなくならないというタイトルでちょっとお話をしていきたいと思います。まあ、あるお寿司屋さん、まあ、僕もよく使ってますけど、くら寿司のアルバイトさんが、まあ、魚をゴミ箱に1回入れて戻してみたりとか、中華料理のバーミヤン、これも僕もよく行きますけども、まあ、中華鍋で火をつけてそれをタバコでつけてたりとか、あとカラオケボックスですか、唐揚げをなんかこう床にこすりつけてとか、まあ、あとセブンイレブンですかね、コンビニのセブンイレブンでおでんの白滝を口に入れて吐き戻したとかですね、まあまあまあいろんなバイトテロ、いわゆるアルバイトによる、まあ、店に対する嫌がらせといいますか、これね、ものすごくこれはね、ものすごく単純なことというか子供のようなものなんですね。で、なくならないというのは、1年バイトだけにするといたずらするんです。これいたずらなんですよ。バイトテロなんて言って、まあテロなんて言葉を使ってるから、テロというのは破壊するという、まあ、目的でやりますよね。相手の国家とか人を殺すとか、もうわざとやろうとするんですけども、このバイトテロっていうのは、まあまあ、造語ですからあれですけど、こう別にお店を潰してやろうとかなんか全然思ってないですよね。ただ単なるいたずらなんですよ。で、いたずらというのはその根源に人を楽しませるっていうのがあるんですね。子供の時にいたずらすると親が喜んでくれたりするので、まあうちここにも猫いますけど、猫もいたずらをすると結構飼い主が喜んでくれたりするから、本能的にね、人間っていたずらするんですよ。で、そのバイトだけでやるといたずらが起こる。で、これどういう、なぜそういうのが起こるかっていうと、給料上げても無理なんですよ。先生のような社員がいないと無理。日本の学校というのは、子どもたち、まあ、特にアルバイトをしてその問題の動画投稿してる人っておそらく10代後半、15、16、17、18、まあ、高校1年生からアルバイトをできるようになって、18歳、19歳、20歳、21歳、それぐらいの人が圧倒的に多いと思います。まあ、特にスマートフォンを使ってですね、インスタグラムとか YouTube にアップロードする、 Twitter とかに出すっていう世代もその世代なんです。で、その世代の人たちっていうのは学校でティーチャーですね、先生がいないと自習時間騒ぐでしょ、いたずらするでしょ。で、先生にバレないようにいたずらするんです。で、それがそのいたずらをして先生にバレて叱られて、あちゃみたいな感じで、またそれがこうなんだろうな、その話題になるというか楽しみえるっていうような、そういうことを日本の子供って繰り返しているんですね。だから自分が大人になってお給料をもらう状態になっても、その先生が、つまり社員のような監視する人がいないといたずらをしちゃうんですよ。一緒にアルバイトしてる子たちも、おーおーそれいいなみたいな。だからこうあくまでもいたずらなんですね。でも結果としたらお店が閉店するとか、そのコンビニとかチェーン店のイメージがものすごく悪くなるから、まあテロと言って実際お店を潰すような行為というところに発展してると、まあ、それが問題だから、ネット上で、まあネットじゃない、もうそのテレビとか新聞とかで取り上げられてると、僕が過去にね、以前付き合ってた女の子が女子高生、女子高だったんですけど、佐川急便の配達の人に干渉すると恋愛が叶うなんていうことが流行ったらしくて、実際学校に来た佐川急便のお兄さんにね、女子高生がこうやって干渉したんですって。なら案の定定額になったって言ってましたけど、そんなことって皆さんされてませんかね。そういう干渉するっていうのはなかなかないにしても、みんないたずらってやってるでしょ。やらない人が少ないと思う。そうで、僕が過去にいたずらをしたこといっぱいあります。アルバイトをしてました。僕小学校5年生から新聞配達をしていまして、
僕がやったのは新聞配達、これ最初は自転車、子供の頃は自転車で、高校生の時はバイクを使ってました。で、18歳の時にガソリンスタンドで働いてます。高校3年生の時ですね。で、高校2年生、あ、これのちょっと前かな、冷凍食品の流れ作業でずっとエビとかでやってましたとかあって、で、NHK 職員の時にカラオケボックスでも2件僕は働いてました。 NHK 職員をして夜中に働いてたんですけども、例えば新聞配達をしてる時なんていうのは当然最初は2人でこうね教えてもらっていくんですけど、もう1週間もすれば1人で自転車こいでこう新聞入れていくんですけど、まあ途中でね、ゲームセンターによってゲームをしたりとか、まあもちろん買い物、ジュースを買ってお菓子を食べたりはしてます。で、まあ、これはね言っても一人でやってることなんでそんなにいたずらしないんですけど、じゃあガソリンスタンドってどうなるかっていったら店長も社員さんもいますからそんなに悪いことはできないんですけど、車の掃除ね、中のクリーナーをすると結構ね100円とか50円とか500円玉とかたま落ちてるんですよ。洗車の時にねそういうのをくすねたりとかね、やっぱり店長とか社員さんがいない時には車の水抜き剤をパクったりね、いや盗んだりとか、洗車機をタダで通したりとかね、自分の車、まあ、当時も僕高校3年生で車持ってたんで洗車機を勝手に無断で使ったりとか、まあそのカー用品ですね、ワックス も持って帰ったりとかしてました。で、まあこの当時はまだガソリンスタンドの方が可愛かったです。これ僕の過去の犯罪ですよ、高校時代の時の犯罪なんで、もう時効なんで許してもらいたいんですけど、一番ね、まあまあガロキボックスもそうだったけど冷凍食品、金冷の冷凍食品って言って、あの近畿冷、まあ近畿冷蔵って言って関西の人は分かると思うんですけど、金冷の冷凍食品僕作ってたっていうか、そのベルトコンベヤーで流れてくるのをエビってこうやってたんですよ、乗せたりとか、こうまあ冷凍食品の会社でアルバイトとして高校生の時に働いてました。あの臨海のね工業地帯の堺の高井獅子のとかずっと行くところなんですけど、ガソリンスタンドの当時の時給が450円、500円もらって、大学生で500円ぐらいもらってたかな、400円台ですよ。500円時給もらったら多かったんですね。そんな中で、あの、まあ、僕もう一個一番大きなバイトを書き忘れてますけど、船のね、あの淡路島と大阪を結ぶ船の、航路をね、そのバイト夏休みずっと夏休み冬休み春休みやってたんですけど、まあ、ちょっとそれが僕の、おじいちゃんが所長だったんでそこで悪いことはできないんでそれはもう置いてました。で、ちょっと書いてないですけどちょっと置いときます。で、この冷凍食品に関しては、流れ作業でなんとここ450円、高校生450円の時に750円の時給があったんですよ。すごかったんです、これね。近年の冷凍食品750円で、しかも僕の行ってた高校って大阪府立篠田高校、有名人は僕と片岡愛之助、藤原紀香さんの旦那、ちょっと半沢直樹のお構いをやってたんですけど、あの篠田高校、大阪府立篠田高校って偏差値が30代40ないと思うんですけど、非常にバカな高校だったんですが、そのバカな高校の学生でも、まあ、高校生でもバンバン採用してくれました。もう高校生っていうだけで採用してくれたんです、近畿冷凍食品。しかも750円も給料もらえるんですよね、時給もう2倍とまで言いますけど 1.5 倍以上もらえるわけですよ。で、大量に行きました。それは篠田高校じゃなくて高石高校の僕たちの同級生まで相当行きましたから、20人30人ぐらいのレベルでここで働いてたんですけども、まあね、悪いことしました。この流れ作業に関しては一切何も悪いことしても得もないし何もしないんですよ。いたずらのしようがあんまなかったんですよね。その入っていく時ももう衛生の格好を全部させられて、消毒もこうやってやるから全然それはいいんですが、帰りに冷凍食品なんで、こう冷凍庫があるんですよ。そこにね、高級アイスクリームとか、まあ、特にアイスクリームなんですけど、まあ、子供たちにとってはめちゃめちゃ高いアイスクリームね、もうめっちゃ盗んで帰ってました。もう箱ごと何箱とか取って帰ってましたね。
あのまあお客さん用に試食として置いてる、売ってるものじゃないんですけど、もうそういうのを盗んで帰ってくる。あのね、相当毎日のように盗んでましたからね。でカラオケボックス、これは僕は NHK 職員をしながらやってたんで、23歳ぐらいとかな、もうね、社員さんがやっぱいないと、もうカラオケボックスの店員ってカラオケの部屋に入って歌ったり、あの歌歌っててもう全然仕事しなかったですね。たこ焼きとか作ったり自分で食べたり、それこそ高級アイスクリームとかも勝手に食ってました。あの場合によっちゃ厨房でね、掛け事までしてましたよ、これアルバイトで。NHK の職員という肩書きを持ちながら、会社で内緒でアルバイトを深夜にしてたんですけど、そういうと悪いことしてるんですね。もうあの許してください許してください、時効なんで。はっきり言いますね、はっきり言いますけどね、コンチネンタルっていうね、これは僕はバイトしなかったんですけど、コンチネンタルというレストランが、まあこれも大阪の人というか堺の人は分かると思うんですけど、臨海線沿いのあの石津のね、築港の入り口のところに24時間営業のファミリーレストランがあったんですね。でそこで僕の同級生のアルバイトが、食事を作ってました。今回のバイトテロとある意味同じような、食事を、いわゆる飲食物を提供する、作ってお客さんに出すということだった。でこのコンチネンタルも当時ってもう今から僕たちが17歳18歳ですから35年ぐらい前ですね。もうコンチネンタル潰れてないんですけど、高校生だけで深夜の店を任してたんですよ、アルバイトだけでね。そうすると僕たちが行ったらただでいっぱいご飯出してくれるんですね。いやいや、もうあのね、バイトだけにしたらいたずらするってこんなのお給料を上げたらやらないかって言ったら750円のとこでもう悪さするんですよ。でこんなのはなくなりません。なくす方法はあります。ただ一つ、給料を上げても無理ですけども、社員をつけたらいいんです。貼り付けたら、監視する人がいたらやりませんね。え、僕はもうだからこのバイトテロをしてた方なので気持ち分かりますけど、ほんといたずら感覚なんですよ、バレなきゃいいって。でそのまあね、ご飯を食べたりとか商品を盗んだりとかするのはなんだろうな、それはいけないことなんですよ。でもね、未成年の時って余計に守られているから、監視する人がいないとやっぱりやるんですよ。こんなの今に始まったことじゃないと言いたいですね。もう今はスマートフォンで簡単にその犯罪をしてたりいたずらをしてたり不適切な行動をしていることが簡単に録画してできますよね、撮影とか証拠が残る。だから広まってるんですよ。だ今上がっているコンビニとか、まあ、マクドナルドは、まあ、今の時に上がってないか。今またね、どうしてこのバイトテルがドーンとこう出てきたかっていうと、ため取りしてるんですよ。これみんないろんな携帯電話の中にアルバイトのその不祥事とか不適切な不衛生ないたずらなんて山ほど多分まだまだ眠ってますよ。でこれをね、いたずらって自分でやっても一人だと面白くないから、誰かがいる時にやるわけですよね、一緒に。でそれをできるだけ友達に広めたいから録画をしたり写真を撮って自分のグループ内、友達の中でやって、俺こんなバイト中にこんなことしてみたいなことを楽しむわけですね。ところがメディアが扱うから、それを貯めてたっていうか持ってる人、貯め取りというかその過去のいたずらを持ってる人が、こんなんもありますよ、こんなんもありますよって言って、やれくら寿司が出てきた後に、カラオケボックスが出てきて、コンビニが出てきて、いろんな飲食店がバイトテロの被害を受けてるっていうことで今問題になってるんですね。で解消法はもうね、社員をつける方法ないですよ、これは。でまさにバイトのテロでね、バイトにそんなことをさせることがダメなんですよ、経営者の皆さん。これね、マクドナルドなんていうのは一つの店舗に社員が一人で50人ぐらいアルバイトだと聞いてます。あの炎の演説で講演師の鴨頭さんっていう人のね、最近動画よく見てるんです。彼もともとアルバイトのマクドナルドの、まあ、店員さんで、
いろいろと炎の公演とかやってるんですけど、彼の話を聞いてると社員が一人でアルバイトが何十人、もう社員一人に対してアルバイト100人とか、だからそういう状態でまともに働くわけがない。それは決してアルバイトの人たちは犯罪をしようとか店に迷惑をかけてやろうとかっていうのはないんですよ。これはほぼないです。だから本当に店に迷惑をかけようと思ったら毒を入れたりとか腐ってるものを使ったりとか不衛生にしたものを客に提供するでしょ。そんなんじゃないんですよ。あくまでもそのお店のものを勝手にね、そういう床にこすりつけたり、ゴミ箱入れたものを出してきたりしたらいたずらだからってやってるんですよ。だから子供がそのまま学校の先生に叱られない、見つからなきゃ叱られないからいたずらでやってるんだけども、企業としたらたまらないわけですね。お客さんがドーンと減って店が潰れるからですよ。でそこで今回まあくら寿司は刑事民事を含めてまあ法的手続きをすると言い出したわけですね。でこれはね、僕はこれアルバイトさんの方に、まあ、その悪いことしたっていうかいたずらしたっていうかバイトテロをした人側にちょっと味方したいとは思うんですが、それはなんぼなんでもね都合良すぎると思うよ。自分たちがお店側がね、確かに我々消費者のためにちょっとでも安くしようということで100円のくら寿司僕大好きでよく行かせてもらいますよ、やろうとしてるから、だから社員さんを減らしてるんでしょ。ここ社員を減らしてアルバイトにこのバイトさんに頼ってるんでしょ。でもバイトさんからすればね、終身雇用でもないし給料も安くないし高くないし、何よりもクビになってもどこでもまたバイトできる状態でしょ。とするとね、お店の商品をやっぱり徹底安心してお客さんにその提供したいのであれば、ある程度の社員が監視する、この社員っていうのはアルバイトのやっぱり3倍ぐらいのお給料もらえますよ。普通に再現化すればだって真面目にさえ仕事をしていればお給料がバイトの2倍とかもらえて退職金ももらえるし、一生働かせてくれるっていうね、会社が潰れるまで、あの子が退職するまでってなればアルバイトとは違いますよ。僕が現にガソリンスタンド出た時はやっぱり社員さんはいたずらには参加しませんでした。カラオケボックスもまあ店長がいたんですけど、店長自体がもういつクビになるかわからない状態だったんで、まあ店長は見て見ぬふりなんですよ。だからただ社員って言ってもこの社員の給料を上げないと、これバイトの給料時給を上げても絶対にいたずら止まりません。いたずらをする人はいたずらをこう監視してる人がいないといたずらするんですよ。で監視してる人がいてもまあ目を盗むので、監視する社員の待遇を上げないとこういういたずらはなくならないと思うし、これはアルバイト側からすればね、もう本来社員を置かなきゃいけない仕事にまで全部それをバイトにさせるから、まさにバイト側がねなめんなよということで、いたずらじゃなくて本当に店を潰すためにいたずら動画、そういうね、バカッターって言われるんですかね、ものを出してるということもあり得ると思います。だからやってる行為は確かにアルバイト、そのバカッターと言われるそのテロをしてる人たちがね、変なふざけてる人たちが悪いと、そこだけ見たらそういうふうに感じるかもしれませんが、この国の構造自体が問題なんです。社員を作り出さないからね、まあどん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 インフレ、物価を安いものばっかり世に望んで、で、商品がちょっとでも高くなると別のところに流れていくから、人件費を抑えるためにバイトだけでシフトを回す、バイトだけで飲食物を提供すると。でこれはもう止まりませんから、これからはそういう飲食店ですよね、毎日何日以上客が来るようなお店とか、何席以上席が客席があるお店は社員を置くというかね、衛生管理者がその食事を提供するときには必ずいなきゃいけないみたいな法律を作って、まあ、ルールを作って守っていくしかないってなってくると思います。これ何度も言いますが、なくなりませんよこのままだと。こんなの刑事事件を起こしたり民事事件を起こして
このいたずらをした人たちをいくら処罰しても、まあそうか、なんだろう、一時的に若干頻度減るかも分かりませんが、これはね、バイトは所詮バイトですって。もう子どもの延長上で来てて、アルバイトをして社会の勉強をしていくんですよ。だから僕も昔悪いことしてましたけど、この経験があったから、まあ大人になってさすがにちょっと犯罪とかそういうものを盗んだりっていうのをやめようと思いました。すいません、ちょっと猫が暴れてる、すいません。さすが、まあこんなことです。ね、そらバイトテロする人そらいけないのかもしれないけど、経営者の皆さんはやっぱりいたずらをしたいという年齢の人たちの気持ち、を理解してほしいと思いますし、何よりも我々消費者ですよね。最後に厳しいことを言いますけども、食べることに安全なんてありません。食の安全とかっていう人います。ならば外食なんかやめてください。もしくはもっと高い料理、こういうね安いとこじゃなくてね、高いお店に行かれたらどうでしょうか。僕は食べることって命がけですることだと思ってます。それは他の動物や植物の命、生命を奪う行為なんです。だからいただきます、あなたたちの命をいただきますと言って食べるわけですね。魚、くら寿司で言えばお魚、貝、タコ、まあいわゆるその海で生きるものを殺す。牛丼チェーンで言えば牛を殺して食べてるんです。日頃摂取をしている他の動物や植物の命を奪っているということを考えたときに、その他の動物や植物の命を奪う行為が絶対安全でなければならないという、こう、そう思うことが僕は違うと思います。もうそう思うんだったら外食産業なんかには絶対に行かずに、自分でね、魚を釣ったり自分で畑を耕したりして自給自足の生活を送ってください。これ仮にスーパーでお肉を買ってきても同じように、スーパーのお肉を切ってるのはアルバイトさんの可能性も、お魚を切ったりしてるのもアルバイトさんが分かりませんから、絶対安全なものなんてそもそもないんですよ。だからまあここはね、僕はもう神経質な人って基本大嫌いなんで、食べることができるだけで幸せと思いなさいと。いたずらをしてるアルバイトだってね、アルバイトさんだってその不衛生かもしれないけど、毒を入れたり腐ってるものを入れたりしてるわけではないので、いたずらをする人たちは所詮はいたずらなんですよ。だこれによって誰かの健康、誰かが怪我をしたり病気になったりするようなことはしてないはずですよ。その神経質すぎるお客さんがもういや徹底的にそのマスコミ、テレビとか新聞に載せられて、この店は悪いってこうやるからその店の売り上げが下がってみたいな。でもまあ今回のようにですね、あっちもこっちもやってるっていうことであれば、まあもう仕方ないかと思う人も大勢出てきてるかと思います。僕はバイトテロ、誰が悪いとは言いませんけども、まあ少なくともバイトテロをしてる人たちはいたずらをしている、まだまだそのね、社会経験の少ない子どもたち、若者たちだということで、これはこうしないとね、社員をつけて監視しないとなくならないと思います。ということで、バイトテロに対して、立花隆の意見でした。以上です。台東区より NHK をテックワース。